今回の公演はこの新しくできたアートセンター V というところで街角という作品を上演しますが、去年の時にぜひここでやりたいなと思ったのですね、こういう、元廃墟というかですね、あの2階が元ボーリング場だったそうです。でここがですね、元浴場とサウナだったそうなんですね。でそちらの客席は実はですね、洗い場の上に組んであります。で横には鏡もあって、後ろの奥、カエルさんにゆっくり見ていただきたいんですけども、あの向こう側には湯船がそのまま残っておりましてね、今照明さんに明かりも当てていただいております。ねえ、He used to be a public bath。 大丈夫ですね、ごめんなさい、失礼しました。それでですね、飲み物を飲みながらというかですね、ぜひあのその僕はドイツに、留学というかな、2年ぐらいいたんですけども、その頃に必ず劇場にはですね、バーがあって、あのそこでですね、みんな買い物を飲むわけですね。でドイツの場合はですね、持ったまま劇場に入ってですね、そのまま飲みながら見て、それがものすごく僕は楽しかったんですね。お客さんのために劇場があると、飲みながらこぼしたりもしてるんですけども、関係なく続いてですね、それはそれと、というところで、気分を変えるものすごくいい効果があるんだなということを思いました。で、ぜひそういうことを試してみたいということでですね、去年あたりから始めてるんですが、で、お酒というのはもう一つありますですね、ダンスというのはですね、なんだろう、お客さんがずっと引き込まれる瞬間もありますけども、距離をお客さんが変えて、好きに変えてみたりすることもよくあったりしますよね。そういう時にですね、ちょっと飲んだりしながらぼーっと眺めてみようかななんていう気分転換もしながらというか、あくまでもお客様の方に自由が与えられているようなことで、あっていいんじゃないかなと思っております。ごゆっくりお楽しみください。僕はほら今仕事しながらこういう仕事なんかダンスを作ってるから、それもあるっていうか、ダンスでサクセスしなきゃいけないわけじゃないっていうかさ、これで動員とかさ、ケツに火がついて動員がもうちょっとないとってなったら、こういう作品作ってらんないと思うね。なんかそれ面白いですね。だから諦めてるからこそ別にいいやっていう感じになるっていうか、もちろんそれはお客さんに対してはね、作ったものを精一杯食べていただくんだけど、それを好きかどうかを決める自由も観客に渡すべきじゃん。あと来る自由も決めるべき でそれが少なかってもこっちが打撃を受けないようにしとくにはって感じでさ、だから言うたら水油の頃とは違うと思うよ。あの時だってもうさ、なんか言ったらチヤホヤされてる中でやってるわけじゃないですか。でしかも人がずらっとね、言ったらコンテンポラリーの中ではさ、言ったらものすごい一に争うぐらい人が来てたわけで、それはプレッシャーもあったしさ、でもこんなチャンス二度とないと思ってやってたし、それがどっかでさ息苦しさになってたのも自分の中ではあって、実験すらできないじゃんっていうか。言っていいというかさ、だから、こういう作り方をしててもいいわけでしょ。で別にでそれはヨーロッパだってみんなそうで、ダンスをやって食えてる人もいるけども食えてない人もいて、でも仕事と折り合いつけながらやってるなんていうのはいっぱいいるわけでさ、特にファインアートとか現代アーティストなんてさ、そういう人多いですよ。でも それもすごく自分に合ってるのかもね。なんかやっぱそこだけにいてもさ、ね、井の中の蛙じゃないけど、で今働いてて面白いのはやっぱ社会の仕組みを知るとか、それすげえ面白いんだよね。でこういう人たちに見せて届くのかなとかさ、自分の作品はもちろん
好きな人が見に来ればいいと思うけれども、でもどっかで自分のことを自己紹介したい気持ちもあるし、決してそんな大層なことを考えてるわけじゃないというか、ね、こう楽しいじゃんとかっていう感じのっていう、なんだろうな、感触、自分のおつさはあるから、だから そんなに難しい話じゃないんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりする。なんかその体を動かすって結局その言葉じゃないと思うので、うんうんうん、最終的になんか今みたいなそのすごいシンプルなあるもんなんだな、うんうん、でそこに至るまでにやっぱ時間かかった感じがする。だから体って言ってもいろんなさ仕草も含めてさ、コードが見えてくるわけじゃん。でそれをだから注意深く取り除いて、あのその手前でつまずかないようにしたいと思うし、それも相当繊細な作業。そうですね、うん、だから振り向き1個でもさ人が見えたり見えなかったりあるから、削ったりしたりさ、例えば人間的な仕草を入れた方がいい時と入れない方がいい時あるじゃん。変に入れるとあの人何してんのっていう風に、でそこにあの引っかかってっていうか、それで見続けられなくなっちゃう時もあるし、でその一人、その主役みたいな一人で引っ張りとくもあるからさ、その人が何かトラブルがあってそれを解決するために動くことによって周りが動いていくっていうやり方も あるしさ、でもそれがだから何かお話がスタートするのかなっていうふうにしといて、ゴリ夢中になるとお客さんものすごくストレスかかるから、そういう意味ではそう、だから登場人物をあの安易に作らないとか、すごいそれ分かります。あの、まあ、でもちゃんと説明してみたいのかな。そのいやいや、キスの仕草が全然その、うん、なんていうの、キャラに向いたりするパターンと、うんうん、ちゃんと振り付けによう、そう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 、そう形式化されてるかとかね。だから特に例えばそれがこうやってバレエみたいにさ、足が上がってこうですっていう形式があれば、みんなもあその形式だなって、あと合わせて踊ってればダンスだなって思うじゃん。そうじゃない時のこういうものって見慣れてないがゆえにさ、なんだろうっていうふうになっちゃうわけ。なんかそれはあの、なんだろう、お客さんに寄せ、お客さんが分かりやすいところ寄ってって足みんなで一緒に上げましょうっていうのは僕はやらないけど、こっちの状態でお客さんが食べやすい状態というかさを作る感じかな。やっぱりなんかね、楽しんで見るとかっていうことは別に経験とかを問わないし、全く知らなくても見てたりする、よく見てる。だから全然怖いなと思う、うん、そっか、そのお客さんもダンス知ってる知らないとか関係ないじゃんと思う。